毎度フォトグラファーの本田圭太です。今回の動画なんですけれども、画角そして焦点距離、こちらについてねちょっとお話ししてみたいなと思います。ではね、早速ちょっとお話しさせていただきます。ね、焦点距離、画角、まあね、両方ともカメラをやる上でとてもね聞く言葉だと思うんですけれども、まあこちらね、まあレンズに書いてる、まあ何ミリとかって書いてるものですね。こちらに関し、こちらがまあ焦点距離という形になりますね。で、まあ焦点距離のお話をさせていただくんですけれども、ちょっと前回同様ね、ちょっと図を書いてみたので、そちらを元にねちょっとお話ししてみたいなと思います。ではね、こちらの図ですね、ちょっと前回とねちょっと同じ図になるんですけれども、ちょっといい機会だったのでね、ちょっと今回も撮ってみました。こちらですね。こちらの方がフィルム側。こちら、まあ、ボディ側ですね。まあ、撮像素子ともデジタルでは言いますけれども、こっちかな。ここね。で、レンズがあると。で、ここが被写体になります。で、まあ、構造のことからいくと、こちらですね。ここの撮像素子、まあフィルムの部分からレンズの位置、こちらが、焦点距離という形になります。焦点距離ですね。で、味わったところのここの角度に関して、ここが、画角と言われるものですねになります。で、ちょっと前回のね動画でもちょっと説明したんですけれども、まあフィルムの、位置、そして、撮像素子の、位置っていうのがね、カメラには、まあマークがついているので、ちょっとこちらもね合わせてちょっと内容かぶっちゃうんですけども、ちょっとこちらの方もね位置の方、見方に関してもねちょっともう一回、おさらいしてみたいなと思います。ちょっとねカメラ持ち替えますね。ではね、こちらカメラになりますね。フィルムカメラですね。これもね、フィルムのカメラです。なりまして、まあ横から見るとね、ごめんなさいね。まあフィルムのここに入るんですけど、まあ大体ね後ろ、ちょっと後ろぐらいかなっていうのは、まあフィルムのね交換したことある人はもうわかると思うんですけども、大体の位置がねわかると思うんですけど、具体的にどの位置かっていうのがね、ここですね。ここの位置、ここのわかるかな。ここね、丸に線書いてるとこね、丸に線書いてるところ、ここがね、フィルムの位置になりますので、ここね、覚えておくと便利かもしれないです。便利だと思います。で、こちらなんですけども、デジタルでもね、もちろんこちらのマークがついているので、ぜひ参考にしてみてください。ではね、こういったカメラがあって、まあ、レンズね、焦点距離書いてあるんですけれども、こちらのレンズであると、こういった感じかな。ここね、緑の字書いてるの分かるかな。50ミリっていうのがね、これが焦点距離になります。ここが焦点距離です。こちらね、50ミリですね。で、ちょっとね、ここからは図を見ていただいてね、説明した方が早いかなと思うので、ちょっと図をね、再度ちょっとこちらの方で用意しましたので、こちらですね。じゃあこの焦点距離っていうのとね、画角って何なんだってなると思うんですけれども、こちらの焦点距離、このレンズの位置が、じゃあ今、まあ、こことここが交わって被写体の像を写しているっていう感じになるんですけれども、じゃあこれ、このレンズが後ろに下がったらどうなるかイメージできますかね。ここの交わるところ、レンズが交わるところが後ろに行くと、どん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 広くなってくると思うんですよ。レンズが下がると映る面も広くなるという感じになりますね。これまあいわゆるレンズのジャンルでいうところの、まあ広角レンズっていうところのねジャンルになります。ここが下がると映る像が広くなるので、ここが広角レンズですね。じゃあ逆に被写体側にレンズが来ると、レンズがこっちに前に来るとどうなるかっていうと、交わるところが、被写体と近くなると、どんどんね交わるところがこうなって、こうなると映る範囲が狭くなると思うんですけども、これがねいわゆる望遠レンズと言われるものですね。これが望遠レンズになります。
なので広角レンズと望遠レンズによって、まあ、レンズの位置とかがね、違ってくるって感じですね。なのであの望遠レンズっていうのはね、カメラに対して出っ張ってる、まあ、長いっていう感じですね、望遠レンズで。広角レンズっていうのは、フィルム側にレンズが近いので後ろに下がってるっていう感じですね。結構これ、僕が持ってるね2470のレンズでね見てもらうとすごく分かりやすいかなと思うので、ちょっとね2470の、ズーミングをしながらねちょっと説明していきたいなと思います。でね、こちらが2470ですね。見たのか、こちらですね、この感じ、これね2470です。これがここに焦点距離書いてる、分かりますかね。ここね、24ミリから70ミリ、ここが焦点距離が書いてます。これレンズの特徴ですね。24ミリから70ミリまでいけるっていう感じですね。で、先ほど説明した感じでいくと、これ今ここが見えるかな、ここね、ここが24のところにねなってるんですけれども、こう回すと、あ、見えにくいか、回すとねここが70ミリになるんですよね。70ミリね、70ミリからズーミングするとぐるぐるぐるっとぐる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 と回すと24ミリねになるっていう感じですね。で24ミリになると引っ込んで、70ミリになるとレンズが伸びるとっていう感じになります。っていうのはどういうことかっていうと、まあ、レンズがね短くなれば、よりね広く映ると、広くね、あ、こうやったらこれか、広く映るとっていう感じになります。で逆に伸ばすと交わるところが、先になるので、まあ70っていうとね中望遠ぐらいかな、標準がね50って言われてるので、まあ中望遠ぐらいのレンズになるっていう感じですね。これが、まあ、焦点距離の特徴ですね。まあ、結構ズームレンズで見るとね、この伸び縮みするので分かりやすいかなと思うんですけども、引っ込んだ状態がワイドレンズで、伸ばした状態が、望遠側になるとっていう感じですね。ワイドと、まあ、テレ側っていう感じですね。まあ、これが、ズームレンズになって、焦点距離が変わると。まあ、これがね、あのボディ側がこっちにつくので、まあ、そうすると伸び縮みするので、ここで望遠と広角をコントロールしているっていう感じになりますね。まあ、もう一回図を、追ってねちょっと話していくとこういった感じになりますね。まあ、ボディとあとレンズ、まあ、この間が焦点距離ですね。で、ここから交わったところからね被写体までのこの広がりの部分を画角っていう感じになりますね。感じで、ちょっとねこのここからの距離ね、あのが50ミリとか20ミリとかっていうのね、なんか計算式あるみたいなんですけど、正直撮影にねその計算式正直僕はねあんまり関係ないかなと思って、正直計算式はあんまり知らないので、ちょっとこの動画ではね説明しないですけれども、まあこの焦点距離が例えばね数字がね少なくなればなるほど広いレンズ、広角レンズになって、数字が多ければ多いほど望遠レンズになっていくと。まあ広角側だと、まあ16ミリとかね、20ミリ、24ミリとかがね、まあ広角レンズと言われる焦点距離ですね。まあもっと他にもあるんですけれども、代表的なレンズでいくと、あとまあ28ミリとかも広角かな。で、まあ望遠側になってくると、まあ代表的なところでいくと、まあ85ミリとか、あとは100ミリとか、あとは、なんだろうな、あとは135ミリとか、あとはまあ200ミリとかね、あとはもう、スポーツとか、になってくると400ミリとか500ミリとかっていうレンズを使ってはいくんですけれども、まあそういったところのね、レンズの特徴を活かしながら被写体と向き合っていくっていう感じになりますね。今回はね、なんだろうな、カメラの構造的なところのお話をしたので、ちょっとね写真表現のところにはちょっと今回は触れてはいないんですけれども、まあ、レンズのね焦点距離を変えると被写体との距離感をね非常にその感じやすくなるので、
このレンズセレクトっていうのはね、まあレンズセレクトというか焦点距離のセレクトですね。こちらもかなり重要な、選択になってくるので、まあ、何をどう伝えたいのかっていうのを、写真を撮るときにですね、必ず考えて、その時に、こう思った、こう伝えたいって思ったから、この何ミリのレンズをつけたっていうね、そこまで、やっぱり、写真を撮った時に、なんだろうな、説明できないと、まあ、説得力のあるというか、人に伝わる写真っていうのは、なんだろうな、まあ、そこもね、やっぱり計算してくると、写真が上手くなる近道なんじゃないかなと、ちょっと僕は感じてはいますかね。なので、まあ、まあ、いろんなね、まあ、レンズっていう特徴はあるんですけれども、なんだろうな、またちょっとね、別の動画で何ミリがどんな写り方するとかっていうね、お話もしてみたいなと思うんですよね。で、まあ、これからね、まあ、レンズ購入される方ですね、結構、ズームレンズ、とまあ、単焦点と言われるね、まあ、ズームができなくて、その、焦点距離で決まってるレンズですね。で、まあ、これに悩まれる方多いかなと思うんですけれども、まあ、僕のおすすめは、まあ、初めはズームレンズ1本目は行って、まあ、いろんな、画角を体験するというか、まあ、カメラを触るね、面白さ的なところを体感していただけた方がね、なんだろうな、シャッターチャンスを逃さないであったりとか、なんだろうな、まあ、広いのがどんな感じで映って、望遠がどんな感じに映るのかっていうのはね、勉強できるかなと思うので、僕はズームレンズね、まず1本目は、おすすめはしますかね。で、写真表現とか、まあ、技術的なところで、さらに向上を目指す方に関しては、僕は、単焦点レンズを推奨はしますかね。まあそこに何の違いがあるのかなっていうところなんですけども、まずね、カメラ持って、難しいことばっかりやってね、なんかそこでなんだろうな、あんま写真面白くねえなって思ってもらうよりも、写真をね、純粋に楽しんでいただくためにはズームレンズの方が僕はいいのかなと思うのと、あとはまあ写真表現、どういった、ものを伝えたいとかってなった時は、やっぱりですね、しっかりその焦点距離がどんな距離感で撮れるのかとか、どんな影響がね、及ぼされるのかっていうのをね、知り尽くす必要はあるので、僕はもう写真の、まあちょっと復習しちゃいますけども、まあ写真の高みを目指していく方に関しては、タンダマをね、ぜひね持っていただいて、その距離感をね、ぜひ自分の中に自分の中にね、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな、自分の中でやっぱり距離感をね、理解すると、どういう風に映るのかっていうのはね、理解ぜひねしていただけたら、ぜひね、その写真のその表現の幅っていうのもね、広がると思うので、ぜひね、伝わる写真をね、たくさん撮っていきたいなと僕も思ってますし、ぜひね、チャンネル、この動画見ていただける方もね、一緒にね、写真上手くなっていきましょう。で、今日はこの辺で失礼させていただきます。皆さんね、良いフォトライフをお過ごしください。フォトグラファーの本田圭太でした。じゃあね、バイバイ。